スロベニア軍は、スロベニアの国軍である。陸海空軍及び、防空軍から構成される。2003年までは徴兵制であったが、現在は廃止。最高指揮官は、同国大統領、作戦指揮での最高権限は、参謀総長が担う。2015年6月現在、最高指揮官は、第4代大統領ボルトパホル、参謀総長は、 アンドレイ・オステルマン少将である。スロベニアの軍事的歴史は約100年前に遡る。第一次世界大戦終了後オーストリア・ハンガリー、帝国は崩壊し、シチリア工領は新設されたドイツ・オーストリア、スロベニア人、クロアチア人とセルビア人の国に分割された。スロベニア人の元オーストリア・ハンガリー軍人、ルドルフ・マイスター少佐は、 1918年11月にマリボルの街を解放、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国であると主張した。ドイツ・オーストリア間の暫定的な部隊による短期間の戦闘の後、現在の境界が確立された。そして大部分はシチリア公国で、スロベニア人と少数民族のドイツ人の間の民族の言語境界に続いた。現在のスロベニア軍は、 1990年創設されたスロベニア地域防衛隊を起源とする。これは全民衆防衛に基づき中スロベニアのユーゴスラビア人民軍を補完する民兵組織として1968年に設立された国防義勇軍及び国費の第二司令機関たる国防戦術機関の融合によって編成されたものである。既存であり、かつ スロベニア特有の球体依然としたこれらの指揮系統は1990年以前は時代遅れの装備と少人数の物体で編成され、軽視されていたものだった。それでも地方義勇兵と同程度の防御体制の構築をとりあえずは可能にした。1991年6月25日、スロベニアはクロアチアと共に独立を宣言。これを受け、 27日、ユーゴ軍が侵攻。10日間戦争の勃発であり、ユーゴスラビア紛争の幕開けだった。この戦闘を通して、スロベニア防衛隊とスロベニア警察は勢力を拡大した。1993年、スロベニア軍は、スロベニア地域防衛隊の再編として、正式に設立された。2004年3月、スロベニアは、北。 大西洋条約機構に加盟した。現在、スロベニア軍はこれまでの国土防衛から、1993年以後、スロベニア軍は徴兵制と6 7月の1ヶ月のみ、訓練を受ける徴収兵に頼っていたが、2003年、政府は徴兵を廃止し、2004年7月、スロベニア軍は、志願兵制に基づく精鋭軍にほぼ完全に再編された。 2005年現在、徴兵時には、約5万5千人だった人員は大幅に減らされ、約7600人の正規兵と、約1700人の予備役が存在する。スロベニア軍は、陸軍、海軍、空軍及び、防空軍の3軍種から構成され、すべて、スロベニア国防省の管轄下となる。パハン、ビルジュパービジェネラル、キガ、ジュイメナバラスロービンスカーブラスト。 スロベニア国営放送。httpww.tv0-s スロービニアパハービルジュパービジェネラルキガジュイメナバラスロービンスカーブラスト3518252015年6月17日閲覧ディフェンスエクスペンディチャーズオブナトーカウントリーズありがとうございます